しかし、エッグマンのやつ、何を企んでいるんだ。ま、大したことじゃないだろうけどな。ソニック。ん？エミお前も参加してたんだな。だって、こんな面白そうな大会、見逃せるわけないじゃない。そう、で、に、きっとソニックに会えると思ったから。ぐテイルス？あのマーク。マーク？あの未来として会った人たちのボードシンボルだよ。バビロン。バビロン？バビロン盗賊団。昔バビロンガーデンっていう空に浮かぶ島があったんだ。そこに住んでいた盗賊団だよ。伝説では昔々バビロン盗賊団っていう大盗賊団がいたんだ。バビロン族は空に浮かぶ島に住んでいたんだけど、あまりにも盗みを働きすぎて神様の怒りを買って島を地中深くに沈められてしまったんだ。その事件以来バビロン族たちはバラバラに散ってしまったんだけど、何でもその島には今でもバビロン族たちが残したお宝が残ってるんじゃないかって言われてるんだ。何でも一人一人がエクストリームギアのスペシャリストって話だよ。しかし、なんでこんな板切れが浮くんだ？それはね、無限光法検査面の流れを解析した結果とクッター・ジューコフスキーの定理によって求められた念力性能を。ストーップ！分かったよ。とにかく根性で浮いてるってことだな。あ？ごめんなさい、あまりにもおかしくって。あら、そのギア珍しいわね。僕がセッティングしたんだ。へえ。ごめんなさい、まさかこんな素人みたいなセッティングで参加するなんて。ありがとう、面白いものを見せてもらったわ。またね、おちびちゃん。何あの人、感じ悪い。そうだな、あれじゃテイルスがバカみたいじゃないか。ああ、テイルスはメカの知識だけはすごいんだぞ。